ウロラのお時間になりました。本日のテーマ、60万円で提供していた教材が無料だということで、えー、7月15日、7月15日、海の日に、えーえー、18時にですね、一発しか流しませんけれども、えー、無料プレゼント企画、えー、開催したいと思います。いやー、暑いっすね。<laughs> っていうかね、本当に暑くないですかやばいですよね。うん、なんかもう、まだ、 7月は上旬ですけどこれ8月とかならどうなんのかみたいなねもうすでに40度超えみたいなねいやー僕が小学校の時20年前はですね扇風機とスイカで過ごしたような気がするんですけど今はクーラーなしでは生活できないっていうねすごいまあ猛暑というか何ですかね猛暑を超えたうん危険な暑さっていうとこでねであるならば であるならば、危険なプレゼントをね、しようかなと。で、まあ、基本的に僕って裏メルマガの方で有料の教材売ってるんで、あの、今回ね、この発表したところ、通常のメルマガ登録率に比べると、まあ、3倍ぐらい登録していただいてます。まあ、3倍って言っても、あれなんですけどね、通常の登録が少なすぎるんで。 まあ基本的に僕普通だったらねみんなプレゼントありますよみたいなのを動画でかまして概要欄見てねチェックしてね概要欄にプレゼントの詳細書いて LP やってみたいなプレゼントみたいなやってると思うんですけど僕やってないので基本デフォルトはあ書籍の僕の書籍のリンクのみなんですよねデフォルトはもうそれの僕の書籍ですみたいなそうで今回ねあのこの この60万円で提供していた教材っていうのは何かっていうと、これね、僕はドリームアカデミアっていう塾運営してるんですけども、一番最初はコピーライティング当初1期から3期までやったんですけど、1期をスタートした時は、まだね、東京いる時ですね。まだ東京いる時で、1期に参加された方は、もう超、もう10年以上前なんですけど、1期はね、一番最初にやったのは。それはまだ、まだ僕はゴーストライターやっていて、 で、最初はね、セミナー形式でやったんですよ。2日間ぐらいで。2日間ぐらいでね。で、だから、えー、リアル、リアルでやったんですけど。で、2期からが、2期からがオンライン化したんですよ。2期からがオンライン化して。で、3期もオンライン化してって話して。で、本当はね、3期やる予定なかったんですけど、コピーライティング道場2期生の方が、あのー、 ちょっとオファー、あの、続けてくれませんかみたいな、3期やりませんかみたいな、ご提案いただいて、じゃややる、やりますかみたいな、3期やりますかって言ってね、3期やったんですけど、まあ結構ね、僕、動画にふ全振りしてるんで、この8年ね、八年、9年。だからまあ、うん、とはいえ、コピーを書いてきた歴の方がまだ長いですよ、13年ぐらい、13年五えぐらいは、ね、メルマガもう10万通ぐらい書いたと思いますんで。 まあ動画もね、全振りして今3万本は公開してますけど。うん。で、まあこの、教材をプレゼントしますっていう告知なんですけども、そもそもなんで、まあブログにちょっと書いたのが、そもそもなんでコピー大事なのって話で。これね、正直あの、これを重要って感じてくれる人がね、少ないんですよね。うん、みんなコピーに反応してるのになんでそのコピーを反応させ、書,い書く、 書く側そして反応させる側にならないのかなっていう。で、特に SNS 時代じゃないですか今なんかね。えー、Facebook、あ、Facebook ちょっと古いですけど、まあ、インスタとかね、TikTok とか、YouTube とか、まあ、いろんな各種 SNS あるんだけど、そこで、うん、その、例えばね、ショート動画もそうなんですけど、最初の5秒とかね、それぐらいで、その動画を止まるか止まらないかっていう、そのメッセージ、コピーですよね。 それをトークで伝えてるのか文章で伝えてるのかっていう。まあ、大体の人は台本作ってると思うんですけど。まあ、特にね。よく考えれば今、例えばショートの、ショートの動画時代ですよとか結構言われて本も出てると思うんですけど。その、もっとよりキャッチーにしないと止まんないわけじゃないですか。そもそも論として。数秒で。まあ、ロング動画もそうですけどね。一番冒頭で引きがないと、フックがないと止まらせないと見てくれないわけですよ。 で、それを書けるのか書けないのかっていうのは頂戴して。 うん、特にこの短いそのコンテンツが増えてきたっていう流れもあ、時代背景もあって、最初の冒頭でどんなフック、まあセールス、まあ今回プレゼントするのはセールスレターなんですけど、まあセールスレターで言うならばヘッドラインで、ヘッドラインで掴むっていうね、止まらすっていうそのヘッドライン、えショート動画の台本とかね、最初のヘッド、最初の、一番最初の冒頭でどんなセリフ台本作るのかっていうところ、超大事なのに、なんかね、やっぱそこはなんかスルーするというかね、 〇〇で稼ぐとかね。この株が厚いとかね。<laughs> まあ結局そういうのもキャッチコピーなんですけど <laughs>。なんでそれをもっと深掘りして考えればわかると思うんですよね。でもわかんねえか。すいません、わかんないですね。僕やっぱもう、ね、ネットビジネスもう20年やってるんで、わかる部分はありますけど、確かに言われたらわかんねえか。僕も初心者の時に、まあよく言いますけど、パソコン1台で、 え、自由な暮らし月収100万みたいなキャッチコピーに止まったんですよ。でもそのキャッチコピーがなかったね、例えばそのキャッチコピーが、パソコン100台、パソコン100台、労働時間1日18時間で、えー、飯食えますみたいなキャッチコピーだったら絶対止まってないですね。そもそもパソコン100台ないといけないのか。労働時間18時間、過酷だな、みたいな。<laughs> 稼げますって言われても、 何もワクワクしないし、希望ないですよね。どうですか。パソコン100台ないといけませんよ。で、労働時間。パソコンその100台をカチカチして18時間やらないといけないですよっていうキャッチコピーがもし仮にあったとするならば、止まります。反応します。絶対僕は反応しないですね。まあ、反応する人がいたらド M ですね。ド S かド M かそう。<laughs> よし、パソコン100台買ってこようみたいなね <laughs> でも20年前だったらパソコン結構高かったから、100台もそもそも金ねえよみたいな話じゃないですか。うん。だからまあ、そのキャッチコピーってほんと大事だし、コピーライティング超大事なんですよ。これ時代が変わっても結局言語が変わってないので、どういうコミュニケーションしてるのかって話して。まあ、ここはね、ほんとね、逆に今の時代だからこそ、コピーの重要性っていうのは、より昔に比べると、洗練されてきた。 非常に重要なポジションになってるんじゃないかなと思います。で、実際にですよ。あの、コピーがじゅ、コピーがどれだけ重要なのか、どれだけコピーがお金につながるのか、どれだけコピーライティングがお金につながるのかに関しては、まあ、今回、動画でもプロモーションしてるんですけど、あの、一番目でも言いましたけど、その、そのコンサル生がね、1億突破しました。1年でね。 1> 約1年で1億いくらかな突破しまして。で、まあ音声対談も取りましたけども、彼は、あの、もともとそのコピーに興味なかったというか、その、やっぱ彼もコピーの重要性に気づいてなかったんですよね。だからメルマガなんて今更誰が読むのみたいに思ってたわけですよ。で、そんな彼が今メルマガで、あの、1億いってるわけですよ。ね。もともとメルマガ誰が読むの俺も読まねえし、みたいな子だったんですよ。 だけど、彼は今メルマガで1億なんですよ <laughs>。基本的にもうあ、ステップメールですよね。で、セールスレターです。縦長の。昔からある。僕がネットビジネスに入った昔からある、その古典的なね、ステップメールと縦長のセールスレター。これでずっと売ってますから。うーん。だから、この令和、今現行の令和でも全然普通に通用するというかね。てか、通用するというか僕は変わらないと思うんですよね。 まあその手段は変わったりとかしたりするかもしれないですけど、結局やり方とか手段は変わるかもしれないけど、うん結局どう伝えてるのか、どう文章で書いて伝えてるのか。で、それでどう伝わってんのか。それでどう感情が動いてどう止まって欲しくなるのか、ワクワクするのか。で、落ちるわけじゃないですか。もしくは登録するわけじゃないですか。だからこの原理原則は僕は変わらないと思うんで、 うんで、あのブログの最後のまとめでね、あのー、まあ、AI が出てきたことによって、AI も書け、チャット GTP とかもすごいですよね。だから AI に書かせればいいじゃん、と。吉田さん自分で勉強しなくても AI で書かせればいいんじゃないっていうご意見もあると思いますんで、それに関しては別枠の動画もアップされてると思う。まあ、このブローラーがね、公開される時間、18時には公開されてると思うんですけど、えー、それで解説してますので、もし AI に書かせれば稼げるじゃん。 って思ってるんであるならば、一回その動画を見ていただくといいんじゃないかなと思います。ね、自分で勉強するなんかめんどくさい。AI に書かせればいいじゃないか。って思ってるんであるならば、えー、今日ね、えーえーえー、公開したオクライティング第3話。AI、AI で書いた文章でお金を稼げるのかみたいなね、やつで話してるので。まあ、その話を聞いていただければ、全員じゃないですけど、ある程度納得していただけるんじゃないかなと思います。 もちろん全員ではないでしょ。だけど、納得、まあ、あ、うん、ちゃんと話聞いてもらえればね、納得していただけるんじゃないかなと思います。うん。まあまあまあ、そのね、動画を見ない人もいるので、まあこのとこでも軽くつまんどきますけど、結局その AI っていう優れたツールが出たとしても、うん、これがね、動画で話してるのは、例えば大谷翔平選手って優れた選手いるじゃないですか。でも大谷翔平選手のチームの監督がね、クソだったら、 うん、大谷日本から来た侍ここはアメリカメジャーなんだと。とりあえずベンチに入れ、みたいな監督だったら <laughs>、どうすか <laughs>、まあ、分かりやすく言うとね。だから優れた才能があっても、優れた選手だったとしても、それを支持する人がダメだったら、その才能って開花しますかって話なんですよ。100%の能力を使えますかって話で、結局今 AI、 に対して誰が支持してるのかって人間なんですよ。だからその使う扱う人間が、経営者か、ね、指導する監督がダメだったら、その優れた AI もうまく活用できないわけじゃないですか。うーん。だから、ある程度のコピーの知識っていうのは絶対勉強するべきなんですよ。絶対的に。で、補助的に全然使えばいいと思うんですよ。 だけど、全く何も知識もありません。な、全くコピーの勉強してませんっていう人が、その、いいプロンプト、いい質問をチャット GTP とかに投げることできないですからね。うん。しかも、それが返ってきたとしても、その文章が適材適所なのかっていうのも判断しかねる部分もあるわけですよ。うーん。 で、これまた別枠で動画撮ると思うんですけど、このね、60万円で提供してたコピーライティング道場、まあ、今回2期で提供してた教材プレゼントするんですけど、実は、あの、1億稼いだコンサル生も、このコピーライティング道場2期で提供した教材、勉強済みです。勉強してます。あとは、R の思考っていう僕プログラムがあるんですけど、その R の思考のプログラムの中で、コピーライティングのね、コンテンツもね、特典として付けてるんですけど、それも、 めっちゃ聞いてくれてましたね。どうして、ね。まだ一応稼ぐ前ま、前ですよ。全然。うん。だから勉強、知識勉強してる段階の時です。だからこの教材も彼は勉強したし、えー、R の思考で提供してるコピーライティングの、あの、講座があるんですよ。で、それも、あの、何度も聞いてくれたって感じですね。うーん。そう。そう。 だからね、これは本当ね、勉強しないとむ無理ですよ。まあ僕も、まあラッキーだったなと思うのが、結局読み手なのか書き手なのか、その違いの圧倒的な差っていうのを、この20年で感じたというか、わかるようになった。でもこれがわかるようになってないと、ずっとコピーを見て、ね、振り回されてるというかね、まあコピーに支配されてるとか、コンビニ行ってもキャッチコピーですからね。 コンビニ行っても新商品が出た時のキャッチコピーなんですよ。コンセプトとかね。で、そのコンセプトを形にする、表現するのがキャッチコピーなんで、コンセプトも、コンセプトが良かったとしてもキャッチコピーがダメだったら、その反応しないですよね。もったいないですよね。うん。だから表面に出るもの。例えばあ、新しいなんかパンが出ましたとかね、新しいお菓子が出ましたとか、新しい何かが出たってなった時に、どういうキャッチコピーをそれで表上に出すのかっていう。 ことなんですよね。だから、そのメルマガとかも、どれだけいい本文を書いたとしても、結局懸命で興味性がなくて、開封されなかったら、その本文読まれないですから。うん、だからとにかく本当にコピーは超大事。っていうことがわかるよ、わかると、ちょっと一つ初心者から抜け出せるのかなと思います。でもコピーの重要性に気づいていないっていう場合は、ずっと初心者の可能性が非常に高いと。 で、初心者の場合は、そのコピーに踊らされるということですね。いろんなキャッチコピー、広告もね、SNS 見てたら広告も出てくるわけじゃないですか。SNS のやってることって、プラットフォームを作って、そのプラットフォームに投稿してくれる人を増やして、で、そのアクセスを増やして、そのアクセスが増えた段階で広告を出していく。で、その広告で稼いでいくって話ですよね。だからメタ社とかも、結局そのユーザーをめっちゃ囲って、何で儲けてるのかっていうと、そこで広告出せますよっていう話なわけですよ。 で、その広告、えー、量で、あの、まあ、抜いて稼いでるわけなんですけど、まあ、Google もそうですよね。YouTube っていうプラットフォームを作ってアクセスを大量に、ね、YouTuber みたいな感じでね、ね、コンテンツメーカーですよね。 自分たちはプラットフォームを貸す。その代わり、そのプラットフォームでコンテンツをね、大量にこうアップしてくれる人を増やしていく。YouTuber 好きなことで生きていく。YouTube やりましょうみたいな感じで広めていって、アクセス大量のトラフィック集めていって、そこに広告を出稿しませんかみたいな。マッチポンプみたいなね。<laughs> やってるわけですよ。うん。で、そこで出される広告。だからまあ、SN、そういうね、大量のアクセスが集まってるプラットフォームっていっぱいあって、 いいいっぱいあるというか、まあ、何個かあるわけなんですけどそこでも無料コンテンツもしっかり有料で出稿している広告もしっかり全部キャッチコピーですから、うん、いかにその広告自分の広告を見てもらうのかそして感情を動かしてメールアドレス LINE アットに登録してもらうのかでその後登録した後にしてくれた後にどういうふうに文章だったりとか、まあ、動画で行くんだったら動画の あーセールス台本でしょうねそれどうやって書いてどういうふうにその感情を動かして買ってもらうのかっていうそれを勉強してないと金稼げないですよ本当にまあ特にね僕が言って僕が教えてるのはコンテンツビジネスですからコンテンツビジネスで稼ごうと思ったらこのスキルはマストですマジでマストもしくはトークで行くかですよもうトークでやるかもう文章で売るかどっちかしかないじゃないですか モールス信号で商品売る自信あります手話で商品売りますかって話じゃないですか。うん。だから伝える言語って、伝え方なんだろうな,な。日本人に売るんだったら日本語ですよね。どう考えても。<laughs> うーん。んここはね、なんかそのコピーめっちゃ大事だよねっていうところを、やっぱ感じれる。 ような知識要は感じれないってことは知識がないんですよ。要は表面的なネットのその表面的なところを見てるだけだって。逆にそのコピーって本当大事だよねって深いところが理解できるようになってくると初心者の殻が少し抜けてきて、で、あとはそれがちゃんと勉強して使えるようになってくるといい感じになってくるんですけど、多分ね、その初心者とその稼げる人の違いって、その 表面上を見てるか、深いところを見てるかっていうね。まあ、いろんな違いはあるんですけど、例えばその表面上のコピーを見て踊らされてるのは初心者であって。だけど、その表面上のコピーを見て深く考察して、そのマーケティングとして自分のものにして使えるか使えないかっていうところが結構その違いですよね。稼げる人と稼げない人の。稼げない人はいつまで経ってもコピーに踊らされてると。うん。SNS をチェックすると、あ、なんかこれ面白そうだなとかね。広告いっぱい出てきますからね。<laughs> うん だからその書き手に回れと。人の感情を動かす書き手に回れ。伝える側に回んないと、まあ稼ぐことは無理なんで。うんそこをね、そこを今一度深く考えてほしいなと思います。で、これは一生僕は使えるスキルだと思います。本当に一生です。マジで一生。なんでかっていうと、さっき言った通り <laughs>、変わんないですからね。 うん、言、言語が。まあ、日本語が、日本語がアップデートされて、うおうよ、あわ、おやおう、やまろ、みたいになるんだったらね、わかんないですけど、<laughs> こんにちはとか、おはようございますとか、なんか、そ、その、それが変わらないんであるならば、変わらないんですよ。それをどう伝えるかでじゃないですか。どう表現して伝えるかなんですよ。で、その、伝え方によって、受け取り方の感情変わりますよ。例えば、まあ、これコピーでね、まあ、ちょっとこう難しい話してもしょうがないかな。 例えば、おはようございます一言も伝える上でね、これコミュニケーションの一つじゃないですか。おはようございますっていうのも一つね。うん。で、じゃあそのおはようございますを今トークで言いますね。トークで、トーク、ちょっとコピーで今ね、喋ってるんで、<laughs> ラジオなんであれなんですけど、おはようございますを、デュースみたい。デュース上司にね、デュースみたいな。 伝えるのかねウィスって上司に言うのかおはようございます。お、お、お、おはようございます。どうですかこれ伝,わ伝わり方違いますよね上司に対しての伝わり方。もしくは、あ、上司、おはようございますどうですかおはようございます今日も頑張りましょう頑張りますどうですか伝わり方違いません最初が、 あ、上司、トゥースみたいなね。ウェースみたいな。<laughs> で、次が、上司が来てお、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 おはようございます。<laughs> みたいな感じで、次がね、うん、あ、今日もいい天気ですね。今日も暑いですね。おはようございます。みたいな。頑張ります。みたいな。まあ多分ね、第三、一番最後に言った方が、多分ね、気持ちよくなんか、あの、コミュニケーションできるんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> その受け取り手がどう受け取るかですよね。 同じようなニュアンス、同じような言語、ね。意味合いとかコンセプトとか、コンセプトって言ったらあれですけど、その伝え方によって伝わる方違うわけですから。<laughs> うん。これほんとね、マジで勉強するべきだなと思いますね。だから昔その伝え方が9割ってね、これコピーライターの方が佐々木さんだったかな。多分伝え方が9割佐々木さんかな。伝え方が9割。 これめちゃめちゃ売れたんですよね。伝え方が9割。これ佐々木さんだった、佐々木さんか。これ100万分も売れてるか。僕からすると伝え方が10割ですよって話で。うん、伝え方が10割で、プラス勉強する上で、勉強していく知識を学ぶ上では、えー、まあ、売り上げとかね、何かそのリストを獲得するとか、そういうの、そういう場合は伝え方が10割なんですよ。 ただ、勉強するときですね。知識をインプットするときは、受け取り方が10割です。はい、ちょっと深いな。<laughs> 勉強するとか知識を得るためには、受け取り方が10割なんですよ。どうやって考察するのか、展開していくのかっていうね。うん、例えば、松下幸之助さんの、雨が降ったら傘をさすっていう、その言葉があるじゃないですか。で、これを、受け取り方1割だったら、全然勉強になんないんですよ。 ただ深く広く展開してめちゃめちゃ考察して勉強すると雨が降ったら傘を差すっていうのはめちゃくちゃ勉強になるんですよ。でもこれ一般の人は受け取り方が1割、2割、3割程度なんで雨が降ったら傘を差すって言われても勉強にならないんですよ。うん。ちょっと難しいかな。はい。そう。だからインプット、何か商品を売るとか何かを伝えるは伝え方が10割。何かを えー、あ、じゃあ、アウトプットするときは伝え方が10割で、インプットするときは受け取り方が10割ですね。これいいんじゃないかなもうちょっと、本出せそうだな。受け取り方が10割とかね。もう、伝え方が10割とかね。<laughs> はい。ということで、えー、っと、7月15日、18時にですね。 60万円で提供していた教材無料でプレゼントします。ただ1回だけしかメールを送りません。で、期間限定です。多分おそらく、十、え、ぇ、ー、17、まあ、16で締めようかな。まぁ、あ、17かな。まぁ、あ、1ぐらい。十5でメール送って16、7で締めるか。ぐらいですね。だからまあ、中3日、2日ぐらいでやりますんで。ただメールは1回しか送りませんので、えー、ご注意ください。 はい。で、ま、まだね、裏メルマが登録されてない方はね、吉谷拓郎公式ブログで検索していただくと、えー、僕のブログが出てきます。で、そのブログのカテゴリーの中で、PC で見るとね、わかりやすいですけど、スマホで見るとちょっとメニュー出さないとはあれなんで、まあ、パソコンでちょっとすいません、検索していただいた方がわかるかなと。で、そこにブログっていう、あ、じゃあ、メル、裏メルマがっていうカテゴリーがあるので、そこをタップすると、 登録する場所ありますので、そこから登録してください。まあ、YouTube の動画見られてるとかね、あの、その1話、2話、3話とかね、えー、動画見てる場合は、その概要欄に裏メルマガのリンク貼ってますので、そこから登録してください。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。